ジョニーウー。ハロー皆さん、ジョニーです。やっと3月24日の16時になりましたね。今からペレネールのガチャが引けるようになりました。ペレネールのマギアとバトルモーションはもうすでにアップしてるので、まだ見てない方はぜひ見ておいてください。すごく良かったと思います。で、彼女のガチャはもう開催されたので、すでに引いて、で、無事にゲットできました。で、今回、ペレネールのガチャは、3月24日の16時から、まあ今から4月1日の14時59分までの期間限定の魔法少女になりますね。ペレネールに興味ある方はぜひ、この機会に彼女のガチャを引いてみてください。で、おさらいになりますが、ペレネールは、無属性で、アクセル2枚、ブラスト1枚、チャージ2枚の結構バランス型な魔法少女になりますね。はい。で、彼女の、まあ先ほども話した通り、彼女のマギアはもうすでにアップしてるので、まだ見てない方はぜひ見ておいてください。早速彼女の変身に入りたいと思います。それでは、ペレネールの変身まで、3、2、1、ご覧ください。フランスは一人の女によって滅び、一人の少女によって救われる。とある賢者の予言です。私はペレネル。その真偽を見届けに来た者。いかがでしょうか。彼女のマギアと同じく悪くないと思いますね。彼女の変身を見て、なんか感想とかあれば、ぜひコメントに書いてください。それではまた彼女のドペルの動画にお会いしましょう。